1989年当時の空撮写真。航空発祥記念館や隣接する所沢ミューズ、駅前の YS-11 機などはまだこの頃には見られない。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成所沢航空記念公園は埼玉県所沢市にある県営公園。日本の航空発祥の地として知られ、 名称の由来となる。1978年3月に開園し、航空公園の名で親しまれている。指定管理者制度により、財団法人埼玉県公園緑地協会、財団法人日本科学技術振興財団グループが、管理、運営を行っている。埼玉県内の県営公園としては、最大規模の東公園は、総面積50.2ヘクタール。 戦前の1911年開設の日本で最初の飛行場である所沢飛行場の跡地に整備され、開園以来敷地内にはそれぞれ独立した施設が順次建設されている。公園の東側は埼玉県道56号埼玉、富士見の所沢線に、また西側は西部新宿線に面し、最寄り駅航空公園駅が隣接する。駅東口前を通る車道により、 西側の敷地は一度分断されるが頭上を一本の連絡路で結ばれている。南側には国道463号が通り、日本一長池焼並木の解説版が設置されている。北側には市役所をはじめ、所沢市並木地区の観光庁外が広がっており、東京航空交通管制部やコンサートホールなどの複合文化施設、所沢市民文化センターミューズが、 公園に隣接している。現在の公園内には、航空発祥記念館や所沢市立図書館を、はじめ日本庭園、茶室、彩り商店、野外ステージ、テニスコート、野球場やドッグランなど、様々な施設がある。また、園内の歩道には、ランニングコースが設けられ、アスファルトの上に、膝への負担が軽減される赤い特殊舗装が、カーペット状に施され、 夜間はフットライトが点灯するなど、ランナーにも配慮されている。2020年東京オリンピックの聖火リレーで、埼玉県初日の7月6日のゴール地点で、セレブレーション会場となり、様々なイベントが行われる、埼玉県の聖火ランナーは65人の公募に対し、14,113人の応募があり倍率は217倍であった。初の国産軍用機、エシキ一号機、 フランス製1910年式アンリファルマン服用機を元に製作された所沢飛行場にて撮影1911年4月1日航空の父と呼ばれる長岡外資が資材を投じて土地購入をはじめ日本初の航空機専用飛行場を所沢に作ったのが始まり同4月5日に徳川義徳大医が操縦するフランス製副用機アンリ・ファルマン機が 高度10メートル、飛行距離800メートル、飛行対空時間1分20秒の飛行を行った。以来、所沢陸軍飛行場として、帝国陸軍航空部隊が使用した。戦後は、アメリカ軍に接収され、米軍所沢通信基地となったが、その後の地元市民による返還運動によって1971年に通信施設を残し、約6割の土地が返還された。 この基地跡地の一部が県営の公園として整備され、1978年の開園に至っている。航空発祥記念館や外ステージ放送等、ドックラン入り口航空機 YS-11、特別公開銅像、記念碑、モニュメント航空公園内にある石踏みなどは、あまり目立たない場所に置かれているものもあるが、そのいくつかは、 所沢周辺の郷土市のみならず、日本における航空の歴史の黎明期を物語る資料となっている。秋のケヤキ並木公園敷地内には草花や昆虫、野鳥など様々な動植物が生息しており、園内の木々には順次ボランティアの手によって樹木板などが設置され、調査、管理されている。定期的に熱気球体験登場会やフリーマーケットなど、 大小様々な催しが開催されている。また、毎年4月には、所沢市民文化フェアが、10月には、所沢市民フェスティバルが開催される。陸軍所沢飛行場が開設された4月1日を記念して、1985年から毎年4月第一度日に開催。市民茶会、ストリートパフォーマンス、和太鼓フェスティバル、写真コンテスト、 触れ合い花壇などの催しが行われる。第26回は東日本大震災による計画停電の影響により中止となった。市政施行30周年を記念し、1980年から毎年10月の第4度日に所沢航空記念公園で催される市民の祭典。イベント企画、地元企業による出展など所沢市内で開催するイベントとしては、 最大の規模。航空公園駅駅ビルもアンリハルマン号にちなみデザインされている。ありがとうございます。